Here we go. It's time for Lazy Days one more time. なんか最近いろんなアメリカでさ、いろんな学校のルールができたりさ、あの男の人じゃない女の人がスポーツやっちゃいけないや、いろんな LGBT の問題なんだけど、アメリカってそういうとこ保守的なんだよね。そして今は DV って言葉よくみんな使うけど、ドメスティックバイオレンスね。僕テキサス小学6年生行った時には、あの学校でまだ物差しで手を打たれたり、あの廊下に立たされたり、そういうパニシメントよくあったんだ。でもテキサス行って割と Hey, thanks man. Cheers. 割とワイルドだと思ったのはさ、日本で僕あのアメリカンスクール行った時なんかは割とパニシメントあったんだけど、割と優しかったよね。僕学校1年生か2年生1日目にあのおしゃべりで廊下に立たされたことあるんだけどそれ廊下にずっと立たされるんだよね。でその後にもう一個そういうパニシメント、学校の小学校があって本を持たされたんだよ。こうやって辞書を持たらしたよ。すっごく重くなるじゃん。そういうのってさ、先生の拷問じゃないと思うんだよね。もうそういうのやってないと思うけど、テキサス行ったらひっぱたかれんで、お尻をあの手じゃなくてこういう木のパドルがあって、そんなさ専門のパドルがあるんだよね学校で。だから僕たち行った時はシャツをあの中に入れるシャツってあるじゃん、こういうふうにカットしたやつ、あれを中に入れないと校長先生のとこ連れてかれるんだよね。だから外で出すんだったらこうやってまっすぐのカットのシャツは外で出していいの。でも中に入れるシャツを出したら校長先生とか行かなくちゃいけないよね。そういう時に校長先生がそういうパニシメントをやる人なんだ。で女の子も、女の子は引っ張られてないけど、女の子も一応スカートが短すぎたりそういうことで校長先生に連れてかれるんだね。で返されちゃうので家行って着替えてきなさいよね。で僕たちは男の子は校長先生のとこ行って叱られると逆に女の子にモテるのね。あの帰ってくると、で帰ってくる時に泣いてるやつはダメなんだよ。あの帰ってきてニコニコしてれば女にモテるんだよ。だから逆に校長先生のとこ行って叱られるのは割とあの男にしてはプラスになったんだ。で僕も一回あのテキサスで毎週金曜日の体育の時間に踊んなくちゃいけないんだよ。スクエアダンスっていう、でんでんで誰かこうやってはい右行って左行ってって言うの、それを合わせてこうやって踊るのね。本当にもうよくアメリカのなんかほら田舎の映像映画なんか見るとそういう踊ってんじゃん、みんな人が呼んでんだよ。誰か音楽バンドがいて、それでコーラーっていう人がいて、その人が言うの、はい左はい右手を上げてってね。そういう時に踊りたくないから、俺と友達2人であの体育のクラスだからジムの中でやるのね。俺たち2人ともあのボールを入れる箱が大きいなんだよ。そこで2人に隠れてて踊んなくていいように、その中に隠れてたの、ボールの箱に、このぐらいの大きい箱の中。そうしたらやっぱしね、6年生ってバカだよね。あの先生が俺たちいないっていうの分かんないと思ってやってたのに、実は先生が分かってて、ボール俺たちのこと探しに来て、ボールの箱をパッと開けて俺たちが中入ってたのよ。校長先生だよ。これそこではみんなダンスのためにみんな並んでんだよ、6年生全員が。そこで校長先生と連れてかれるっていうのはグーなんだよねそれで俺と当時マイクで2人で連れてかれて向こう行ってこうやってずっと待たされるんだよ。これもわざとだと思うんだけど、ずっとこうやって2人で座ってらっしゃるのね。喋ったら秘書がシュッって言われて、こうやって座ってるの。そうしてこういう木のパドルがあるんだよ。これでお尻をパーンってやらないんだね。だから慣れてるやつは新聞紙を入れんだよジーパンの中に。でそれや学校の紙なんかを。で大竹さんがそういう時間なかったんだよ、もう連れて帰っちゃったから。そしてそういうことやると5回やらないんだよ。ひどい時は10回叩かれるの、お尻を
こうやってずっと校長先生がやるんだよこれ。今だったら暴力でさ逮捕されるよね。パン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 っつってそのパドルが茶色と白なんだよ。最後に What flavor っつってヴァネラっつって茶色だったらもう一回パンってやれる。それただ遊びじゃない拷問の。でもそうやられてクラスに戻ると女の子たちがみんな、クーガークーだから、あの恋っていうのはそういう痛いことがないと良くないよ。 All right Lazy Days 登録お願いします。